五条坂、東大路の西から東側を見る、京都市東山区ここより、東五条坂の石踏み五条坂は、京都市内の通りの一つである五条通りの、東端部分の別名、及び東大寺通りとの交差点の名称を表す。本校では両方を記述する。五条通りの東端部分の別名であり、東大寺通りから、清水寺へ向かって、清水道までの坂道を指す。また、 五条大橋東沈めから東大寺通りにかけての五条通りも含めた区間を指していう場合もある。五条坂交差点移東の部分については、京都でも有数の観光地である清水寺への第一のアクセスになっているため、清水焼きや土産物を売る店が並ぶ。観光バスがすれ違うのがやっとの道幅であり、春や秋の観光シーズンには東大寺通りから歩く観光客がここを通り、 門前近くの駐車場へ向かう観光バスタクシー、自家用車と合わせ、混雑が激しい。2005年11月には初めて観光ピーク時の土日用日及び休日に通行禁止とする実験的措置が取られた。また、2007年はそのような措置は取られず、観光ピーク時の土日用日及び休日には、東大寺通り南駅から五条世界の左折が禁止されるにとどまった。 五条大橋東詰めから東大寺通りにかけての区間も含めて毎年8月8から10日に陶器祭りが開催される。この五条大橋東大寺通りの区間は第二次世界大戦末期の建物疎開により拡幅された片側4車線の広い通りである。また、大和王子五条交差点北側にはここより東五条坂と記された石踏みが立つ。 京都市東山区に位置し、東大寺通りと五条坂の交差点にあたる。東大寺通りのすぐ南に、東山五条交差点が位置し、連続した交差点を形成している。清水寺への最寄りバス停留所が位置するため、多くの観光客を見ることができる。一方で行楽期には大変混雑し、一部時間帯に限り乗り場が変更される系統もある。ありがとうございます。